FFA, P-16FFA, P-16P-16FFA, P-16 は1950年代にスイスで試作された地上攻撃用途のジェット機である FFA 社で開発された。スイスでジェット戦闘機を開発する2回目の計画であったが5機を試作しただけで運用に足らず計画は中止された。 P-16 はそれまでスイス空軍が使用していたプロペラ攻撃機の代替機として近接支援を目的として開発された。乗員1名で単発エンジンでエアインテークは機体の両側に設け主翼は低翼配置とした。水平尾翼は垂直尾翼の中ほどに配置された。不整地での運用を可能にするために複列のタイヤを 備えた頑丈な主脚を取り付け、主翼全縁全体に取り付けた、スポイラー、公園のファウラーフラップなどの高揚力装置により330メートル以内で離着陸できた。2機のプロトタイプが1952年に発注され、最初の1機は1955年4月25日に初飛行した。1号機は事故で失われたが4機の追加試作機が発注された。 二号機は1956年8月15日、音速を突破した。追加試作機はエンジンをアームストロングシドレーサファイア6からより出力の大きいサファイア7に変更された。試験飛行は順調で1958年には100機の契約が結ばれたが、最初の追加試作機が事故で失われると、スイス政府は契約を廃棄し、ホーカーハンターの購入を決定した。 FFA は自己資金で開発を続け、2機の製造を行ったが、契約を得ることはできなかった。主翼の設計は後に、アメリカのビジネス機リアジェット23に採用された。現存する1機は、スイス空軍博物館に展示されている。サプズドバージョンズ、ありがとうございます。